吸い取ってきました。2017年もスナックモッチ頑張っていこう。今年は鳥年だから鳥の置物を飾ってと。鳥は取り込むで商売繁盛に縁起がいいらしいからね。でここで鳥年のお客様なんか来たりしたら超ラッキーな感じだな。お邪魔します。中島裕翔さん、そして荒木優子さんじゃないですか。はい。どうしたんですか。ずっとママが鳥年とかなんとかなんか来たら超ラッキーだなって、はい、ちょっとブツブツ言ってちょっと怖かったんで。なんで怖いんですか。ちょっと助けなきゃなと思って。私たち二人とも鳥年なんです。そうなんですよ。こんな爽やかなね鳥年カップル、もう二人にうっとりです。あら、座布団持ってってください。持ってます。お願いします。持ってかれました。2017年最初のお客様はスーパーアイドルグループ平成ジャンプの中島裕翔さんと、ファッションモデル、 CM、 ドラマで活躍、今年大注目の荒木優子さん。2人は今日公開の映画で共演しているんです。実はこの番組、はい、山田涼介さんが、はい、ズムサタアシスタントプロデューサーとして存じております。こっちが勝手に巻き込んでる感じなんですけど、結構なんか意気込んでやってるみたいで、山本、はい、だから僕もなんかそういうのになんかこう囲われたらいいな。あ、本当ですか。何がいいですかね。何がいいですかね。プロデューサーが亀梨さん、事務所の先輩になりますよね。そうですね、はい、じゃあ CP。 ようこそスナックモッチへ。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。2人は鳥年ということで、はい、今年の抱負を教えてください。僕ら平成ジャンプが今年で10周年を迎えるので、やっぱり今年はその今までよりももっとお客さんとこう触れ合える時間を作りたいなと思って、ツアーも、まあ、今まで行ったことないようなところとかに、はい、みんなに会いに行けたらなとは思ってるんですよ。荒木さんはどうですか、今年の抱負。2016年本当にいろんなお仕事に挑戦させていただいて、というか経験させていただく年だったので、もっともっとたくさんのことにチャレンジして挑戦するっていう2017年にしたいなと思います。そんな2人が主演しているのが今日から公開の映画、僕らのご飯は明日で待ってる。ていうか、あのさ、何？俺好きになるのが怖いんだ。ネガティブな主人公とポジティブなヒロイン、正反対の2人の7年間の恋愛を描く物語。今のセリフだけでもキュンとしません？キュンしちゃいますね。もう本当にやられちゃいました。やられちゃいました。やられちゃいました。こんなに泣くとは思わなかったっていうか、もう2人大好き。和定食を食べるシーンが大好きです。はい、あ、最後はい、はい、すごい身長高いじゃないですか。なんかね、こうテーブルにこうガッとこう、はい、病院でなんかお辞儀してる時のあの腰の折れ具合とか、なんかちょっとキュンとしましたね。まあ、この人信用できると思います。お、本当にすごい。ちょっと観点が違う。違う、やっぱり身長がいいからキュンってなるっていう風に言われたことない。本当ですか。でもこんなに感想くれる人いないよね。嬉しいよね。嬉しいです。そしてお客さん、何でも悩みがあるそうで。ちょっと怖い夢を、はい、結構な頻度で見るんですよ。例えば怖いっていうと、なんかゾンビに追っかけられてる夢とか見るんですよ。荒木さん、怖い夢ってご覧になったり。見ますね。犯人に追いかけられてるのに誰も助けてくれない夢とか、なんかそういう時に限って足遅くない？遅い、ね、なんかもっと走れるのに。全然進んでなくて。それよく言うよ。そう、何ですか、2人とも何かに追われてるんですか。そうですかね、うん、怖いですね。でもなんか怖い夢って実はいい夢って誰かから聞いたことがあって、なんか人が亡くなったりとかする夢を見たら、それもなんか実はいいことなんだよっていうのを聞いたことがあったので、なんか怖い夢を見ても、あ、じゃあいいことあるかなって思うようにしてます。解決したね。相談される前に解決されてました、お二人で。いや、でも本当にお二人とってもなんか爽やかで、なんかちょっとバランスいいよね。はい、おー、ね、中島くんいいね。はい、スタジオにもね、前遊びに来ていただいて、ね、またズムサタでの、ね、活躍も、まあ、いきなり CP じゃなくて、やっぱりスナックモッチのスナックのあのバーテンダーがそこに行かれて、そこからですよ。そんなやらせでも、あ、でカウンターの中でこんなシャツやるとかっこいいよ。いやいや、嬉しいですけど、またのお越しをお待ちしております。